つて二柱の神が繰り広げた闘争は、異界の戦士によって終止符が打たれました。ところが終わったはずでは。別の目的のために戦えと。コスモスの命令か。その力を継ぐ女神だ。私たちは二つの意味で呼ばれたのよ。多くの記憶から世界を広げ、そして世界を救う力を得るために。マーテリアは何も知らないんだと思う。俺たちのことも、多分世界のことも。スピリタスのこともそうだ。あいつは本当に私たちの敵なのか。ありがとな、思い出してくれて。しばらく忘れていたけどな。スコールも気づいていたでしょ、幻獣たちの気配。別に。ああ、はい。ここまで来て戻るのはなしで。悪い話ではない。何をした。いずれお前も同じものを求めるだろう。どおい。目覚めだ。ここは捨てるぞ。扉か。いくら力があってもこれでは世界が育たない。こいつが食いついたら壊れちゃうんだ。ここは私にとっても大切な世界。ここがなくなったらみんなに会えなくなっちまう。急ぎましょう。世界の崩壊よりも早く。世界のエネルギーを食ってる奴がいる。前に俺たちの力も奪っていった奴らだ。世界を救う力すら奪われてしまう。生意気なことに出口も塞いでいますのよ。早々にぶっ潰して差し上げませんと。ここで争っている場合ではないのだ、マテリア。スピリタス、あなたは知っていたのですか。世界が次元食いに襲われていたことを。みんなで次元食いを倒そう。エネルギーがたくさん溜まれば復興も早まるはず。皆さん、不毛な闘争を終わらせるため力を貸してください。俺たちが呼んだのは間違いなく次元最強の戦士だ。敵はただ一つ、次元食い。神々も戦士も全て輪廻の鎖を断ち切りたくば。今は